ここはベアラーの扱いがひどいと言っていたが、彼女の仲間に話を聞いてみよう。何が欲しいんだ？はいよ。あの黒い服のベアラ、見ない顔ね。主のいないのにうろちょろして。今年は小麦がよく実ったな。あんたがベルトランか。力を借りたい。そのブローチ、マダムの使いか。ひとまず要件を聞こう。マダムからの依頼で人を探している。この辺りで商いをしている行商人を知らないか？何人か心当たりがあるが。そういや最近ザンブレク兵と揉めていたやつがいたな。おそらくそいつだ。その行商人ならまだ村の中にいる。すぐに見つかるだろう。だが気をつけろ、印持ち。いくらマダムのブローチを持っていても、この村で目立つ行動は厳禁だ。助けるにも限度があるんでな。ああ、肝に銘じておく。お前の主人はどこのどいつだ。一人で散歩させるとは主のしつけがなってねえな。ノースリーチのマダムの使いで来た。あんたに教えてほしいことがある。マダムの？なんだい、それならそうと早く言ってくれ。それで何が聞きたいんだ？ここに右目に傷のある兵士が訪ねてこなかったか？ああ、来た来た。小汚い櫛を持ってきて、これよりいいのを売ってくれってさ。何でも好いた女に送るとか。あの野郎、散々ねぎってきやがって。一悶着あったからよく覚えてるよ。ま、最後はふっかけてやったがに。あんたから櫛を買った後、そいつはどこへ？確か待ち合わせをしてるとかで、近くの遺跡の方へ行ったんじゃなかったかな。助かった、向かってみよう。何？マダムの頼みだ。いいってことよ。それよりマダムにしっかり伝えてくれよ。俺が協力したってことをさ。血の匂いだ。嫌な予感がする。あれはトル、魔物を片付けるぞ。トル、
今だ。今だ。取れ。行け。男女の死体だ。違うと思いたいが。二人とも魔物に襲われたか。この様子じゃ逃げる間もなかったようだな。この櫛、立ち得ぬなのか。ああ、多分そうさ。ヤニックが入れ上げてた娼婦に違いない。そこに転がってる兵士がお前の探してたヤニックだ。まったく、バカしやがって。あんたはノースリーチの訓練所で、どうしてここに。お前が来た後、俺もこいつのことが気になってな、仲間たちと探してたんだ。そっちの目的は娼婦の方だったのか。ああ、マダムに頼まれてな。ヤニックはその女にえらく惚れ込んでた。女が大切にしてた櫛に、それを送った誰かにひどく嫉妬してたよ。彼女に新しいものを買い与えて自分だけのものにするんだってな。この櫛はマダムが送ったものだというのに。恋人がいると思い込んでたんだろう。それにしてもなんだってこんなところで。立ち得ぬの櫛を盗んで、それを餌に彼女を呼び出す。そこを魔物に狙われたというところか。あいつのことだ。もしかしたら強引に連れ去るつもりだったのかもしれない。何にせよ最悪の結末になっちまったがな。すまない、マダムに迷惑をかけた。ヤニックの死体はこっちで内々に処理する。女の方も後で夜の帳まで届けよう。いいのか。軍の不祥事だ。尻拭いぐらいするさ。さっきムーアの村でマダムを見かけた。お前を追ってきたのかもしれん。彼女によろしく伝えておいてくれ。ムーアにイサベルがいると言っていたな。せめてこの櫛だけでも届けなければ。マダム、ご用。無事のようね、クライブ。さっきうちの店にシドとお嬢さんが来たの。この先の教会に来るようあなたに伝えてくれって。わざわざそれを言いに。ありがとう、イサベル。それで立ち得ぬのことなんだが。あの子のこと何か分かったのね。そうだったの。立ち得ぬはもう、娼婦と兵士の仲がこじれるなんて本当によくある話よ。ただ二人を知る人の心に傷が残るだけ。この櫛が彼女のそばに落ちていた。
いろいろとありがとう、クライブ。彼女の遺体が帰ってきたら、一緒に弔っておくわ。それじゃ、俺はもう行く。待って。あなたたちはオリフレムへ行くのでしょ？うちの乗客から妙な噂を聞いたの。何でも、ザンブレクの信仰シルベストルがオリフレムを捨てようとしてるんじゃないかって。どういうことだ？ザンブレクとウォールードは、たびたび領土争いをしてたけど、今度の再軍備は、これまでとは少し様子が異なるらしくて、用心するに越したことはないわ。気をつけて。わかった。感謝する。あの黒い服のベアラ、見ない顔ね。遅くなった。こっちも今来たところ。先に町の様子を見てきたが、随分と兵が出てるな。俺の顔を知ってる奴がいるかもしれない。だったら裏から潜り込むさ。そう固くなるな。身を潜めるならこういったところの方が。安全だ。でもそれにしたってここは。それでどうするつもりだ？クリスタルの搬出口へ向かう。夜が更けたら出よう。あそこは国の重要拠点だ。警備も国境とは比べ物にならない。さすが元ザンブレク兵、よくご存知で。秘密の抜け道があるんだ。後で案内しよう。詳しいな。元ザンブレク兵の俺よりよっぽど詳しい。ここまでの道にしたってそうだ。実を言うとな、前に一度城に忍び込んだことがある。バハムートのドミナントと勝ち合って、命からがら逃げる羽目になったが。シド、マザークリスタルとクロの一体の話が本当なら。なんだ、
まだ疑ってるのか。ただ不思議なだけよ。同じ考えに至った人があなたの他にもいたでしょうに。国ってもんはマザークリスタルという存在があって初めて成り立つ。昔からそう作られてきた。それが黒の一体の原因となればどの国にとっても都合が悪い。だから声を上げれば異端者とみなされ消されちまうんだ。無慈悲な愛国者たちの手でな。なるほど。その一方で奴らからしてみればドミナントやベアラーは都合がいい。なんせ魔法を使うのにクリスタルを使わない。国費の節約になる。その先に待っているのが全身の石化。つまり死を意味するものだとしても。消えかけのろうそくには情けをかけないだろ。まあそういうことだ。マザークリスタルと黒の一体、ドミナントとベアラ、この因果から抜け出すには人の意識を変えるしかない。だがあいにくとこの世界はそれほど成熟してはいないからな。無理にでも舵を切らなきゃどこへも行けやしないだろ。だがマザークリスタルの破壊は大罪だぞ。悪名が残ることになる。大悪党指導、いい響きだ。ずいぶん軽々しく罪を背負うのね。そう睨むなよジル。美人の怖い顔は箔がつきすぎる。大悪党としてでも名が残るのなら生きた甲斐があるってもんさ。潜伏先は確保したが、ここから先はことをなすまで出てこられると思うな。念入りに支度しておけ。いらっしゃい。いい品が揃ってるよ。また来なよ。おう、どうした？何が必要なんだ？また来いよ。ようこそ新入り。はいどうぞ。頼んだぜ。やけに警備が手薄だ。
ウォールードとの戦で躍起になってここの兵士をいくらか回したか。何にせよ好都合だ。それにしてもさすがに勘繰りすぎたか。おい、それはどういう意味だ。あんたの言う抜け道はいつも敵だらけだったからな。この長い人生にはちょっとした刺激が必要なんだよ。お前みたいな若造だってすぐに老け込んじまうんだぜ。余計なお世話だ。いいかクライブ、何かが変わるきっかけなんて些細な出来事や何気ない一言なのさ。よく見てよく聞きよく話す。人生を豊かにするにはそれが何よりも大切なんだ。面倒があれこれ増えることを豊かになるとは言わないだろう。どうした。何でもない。それでこれからどうするんだった。ああ、マザークリスタルのコアを叩く。そいつを壊せば全体が崩壊するはずだ。なら行き先は一つか。そうだ、コアが祀られているクリスタル神殿を目指す。こっちだ、ついてこい。警戒しておけよ。ああ、分かってる。大丈夫そうだ、行くぞ。やれやれ、敵さんがお揃いだ。やっちまうか。詐欺あったらしいぜ。チンケな盗っ人が忍び込んだんだ。さあ、とっとと片付けるぞ。あんたの抜け道はいつもこうだ。言ったろ、刺激が必要だって。ご苦労さん。まったく。あれは警備が厳しいだ。クリスタルの運搬路か。抜け道はここで終わりだ。奴らを倒して進むぞ。賊が入るぞ。あいつを呼べ。今すぐだ。Thank you.
やれやれ、面倒なのがおいでなすったようだ。死に方くらい選べばよいものを。貴様らもこれの餌食にはなりたくあるまい。ふかしやがる。さっさと黙らせるぞ。くらえ！Thank you.
大量のエーテルを浴びてアカシアとなった者の末路だ。ひどいもんだぜ。こんなの人の死に方じゃ。急ごう。このエーテルは下の層から溢れてきてるな。まさか。思った通りだ。濃いエーテルが漂ってエーテルだまりになってやがる。このまま降りて大丈夫なのか。ドミナントやベアラーなら少しの間は耐えられる。だがあまり長いもしてられん。ここから地下採掘場だ。その先にマザークリスタルがある。ともかく急ぐとしよう。飛べって？いいとも。助かったぜクライブ。最後まで案内しろよ。分かってるさ。ご愛嬌ってやつだ。
今だ。取れ。取れ。
この先だが、なんだこの鉄格子は。蹴破るぞ。硬いな。次だ。もう少しだ。同時に切るぞ。合わせろよ。面倒なもん作りやがって。そろそろマザークリスタルだ。本当にこんなところから行けるの？ま、見てなって。大丈夫だ、誰もいない。ドレイクヘッド、なんて巨大なの。神殿はあの橋の先にある。しかし、ろくな修復もされてないとは。よほど人手が足らんらしい。まさか、あんたがあれを。ああ、前に忍び込んだ時は橋の手前でバハムートのドミナントと鉢合わせてな。追いかけられて仕方なくだ。よく逃げ切れたもんだ。さっさと妻しも。こいつらはまさか。あの時の化け物とも知り合いなのか。そんなんじゃない。フェニックスゲートの賜物がこんなところにも。この場所と何か関係があるのか。
今聞いたことがある。ドレイクヘッドのクリスタル神殿には聖域を守る番人がいると。前に俺が潜り込んだ時にはお目にかからなかったんだな。とにかく慎重に。